がとうございます。明日はスペイベです。あ、自分へのご褒美で DVD 予約しました。ありがとうございます。みさみささん、キュンキュン、ありがとうございます。走ったらボサボサになった。ゆきはさん、かわいい、ありがとうございます。めっちゃ絡まってる。スペイベ結構行くよって方多かった気がする。外れちゃったよって方もいらっしゃったけど、なんか行くよって方結構いらっしゃった気がする。2部あるからかな。楽しみましょう。ニットですよ、ニット着てます。スシオポチさん、クッキー、ありがとうございます。しかもさ、今日巻いてるからさ、ちょっとさ、うちに巻いたからさ、それもあるよね。前髪決まってる？嘘？別れまくってるけど。いいのかな、これで。まあ一応固めたからね。固めてはいるからね。絡まってる音する。本当に。あ、でも溶けるようになりました。レイちゃん、スキスキヘイブンさん。ペンライト、ありがとうございます。やっぱりさ、汗かくとさ、絡まりますよね。嫌なところです。でも昔からね、なんか一部だけ絡まるみたいなこと多い。アリちゃん、好き好き、今読んだね、ありがとうございます。明日の髪型まだ決めてないです。何がいいですか。でも白衣装だからな。白衣装だよね。ちゃんと確認してないんだけど、ジャケで踊るってことありましたっけ、今まで。忘れたな。ヘイブンさん、クッキー、ありがとうございます。今日は1時間走りました。でもベレー帽だからハーフツインはどうなの、できる。見えますか。30分走りました、負けた。まあね、日によってね、その日の体調とかも合わせて走るのがいいんです。走ったのが偉い。ベレー帽似合うよねって、ありがとうございます。2万歩以上歩きました、すごい。どっか行ったんですか。すごいね。黒髪ストレートベレー帽が好き。黒髪ではないけど、いい。片側に寄せて三つ編みとかベレー帽の中で。巻き髪ベレー帽も好き。ありがとうございます。よし、結構サラサラになった、いい感じ。これでお風呂に入るとめっちゃいい感じになります。こうなって平綿さん、チョコ、ありがとうございます。こうしてここに、いい、できた。ハッピーチルドレン、ハッピーハッピーハッピーチルドレン。みやさん、かわいい、ありがとうございます。イヤリングもつけましょう。イヤリングをつけましょう、耳たぶに。
よいしょ。ヘイブンさんチョコありがとうございます。こんなできた、完成完成。今日のサイン会でした。すごい目が痛い、右目が痛い、なんか入ってるか。おっちゃんキュンキュン、ゆいちゃんクッキー、なっちゃんかわいい、ふずきさん猫、レミタンクッキー、トッシンさん好き好き、おじじんさんかわいい、ありがとうございます。今日渋谷行きました。渋谷行ってたらセンター街っていうか、なんか自分がセンター街、どこがセンター街とか分かってなくて、自分がセンターが歩いてると思ってなくて、そしたらあこの曲知ってるってなって、なんだろうってなったらチョコレートメランコリーでした。みやさん好き好き、ありがとうございます。そう嬉しい、なんか知ってるぞってなった、うん、めっちゃさぬいみよただって言われたリップで。平畑さん欲しい、ありがとうございます。よいしょ、スカウトはされてないですよ。渋谷行ったのにセンター街のとこ行かなかった、私もセンター街と思ってなかったけどね。見れた、好き好き、ありがとうございます。ワンピーまではいかないかな、1枚では結構短いかな。さしこいのじさんチョコありがとうございます。今日は11時からなあたんのドラマがあるので11時に終わりたいと思います。58分からランキング見たいと思います。レミタンチョコありがとうございます。今日は初めての横ありのサイン会でした。申し込んでくださった皆さんありがとうございます。ありがとうございます。23時までだから、あからだドラマだから22時までにはショールーム来るよなって想像してた。そうなんか走って帰ってきたのが9時半で、ちょっとゆっくりして着替えてジンジャーエール飲んで始めなきゃって感じだった。ゆらちゃんありがとう、ありがとうございます。え渋谷のツタヤ行って謎に。カメオの CD2 枚買ってきた。カメオありがとうございます。いっぱい聞いてください。レミタンクッキーありがとうございます。グリーさん初見こんばんは。お魚さんクッキーありがとうございます。お腹空きました。お腹空いたからジンジャーエール飲みました。明日の朝ごはんを楽しみに寝ます。目がかゆ。明日がイベントじゃなかったら食べてるかもしれない。お腹空いてるから。で、見た。食べれた。ありがとうございます。フィズニアンさん、チョコ。ありがとうございます。ローソンは行ってないですね。ローソンも流れてる。炭酸でお腹満たした。うん。一時的にね。あまり甘いドリンクもさ、あまり飲まない方がいいんだけど。グリーさん。ちょ、クッキー。ありがとうございます。だけど、まあちょっとしか残ってなかったからいいかなと思って。明日がイベントだからね。
エミタン猫ありがとうございます。明日はスペイブです。アリスちゃんクッキー、ももかちゃんだるまありがとうございます。スペイブ前日は食事を気をつけたりするの、なんかそれがもう夜とかのイベントだったら怖くみたいな、怖くじゃないお話し会みたいな感じで夜だったらいいんだけど、ちゃんと朝早く起きるからねって感じ。その服ってショコが買ったやつ、これショコが買いました去年に。レミタンクッキー、おっちゃんクッキーありがとうございます。リュックに炭酸入れてた、リュックにジンジャーエール入れてました今日は。ひろたん似合う、ありがとうございます。結構なんかこのお洋服好きって言ってる方多かったかも、リップで。走るマクビーです。ずっとこれ着たいなって思ってたんだけど、なんかコーデが難しくて普通になっちゃう。なんか別にめっちゃおしゃれとか可愛いってわけでもなく普通って感じになっちゃうから、お話し会じゃないなと思って。ガッチャクッキー、レミタン結婚してありがとうございます。毎日来てほしい、それはそれでね。明日もこれとか来てたらもう、あれ昨日と一緒じゃないってなりそう。でもこれはこの色はめっちゃ好き、この色好き。あ、今日プレゼントいただきました、ありがとうございます。届いてたじ、届いてたプレゼントをいただきました。一応一通り見たんですけど、まだお手紙とかまだ読んでないので後で読みます。後で読みます。ゆっくり読ませていただきます。開封もさせていただきます。プレゼント大体あこういう感じのプレゼントが来たんだなっていうのを把握したけど、お手紙送ろうと思って忘れてたの思い出しました。あら待ってます、よいしょ。2月中にはお手紙出すね、待ってます、ありがとうございます。手紙書きます、ありがとうございます、待ってます。みんな2月分のお手紙、2月はお手紙がいっぱいかな。ありがとうございます。てるんさんチョコありがとうございます。毎月積み上がってる手紙送りたいなーっていう気持ちが待ってますよ。みのみさんクッキーありがとうございます。おっちゃんチョコ、レミたんクッキーありがとうございます。今日はインスタ早めに載せました、ハッピーを載せました。今日はサイン会の部が一部だったので、そう早めにね。おっちゃんチョコ、レミタンクッキー、ケンパチさんキュンキュン、おっちゃん好き好き、ありがとうございます。好き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 。お昼にしょこちゃんと話すの新鮮って思った、確かにいつも夜だからね、もう暗くなっちゃってる時。ハッピーのもしょこが分かった、あこれはプレゼントでいただきました、結構前に。友生さんかわいい、ありがとうございます。結構これとあと他のもセットだったんだけど、えっとね2020年の9月から12月の間にプレゼントでいただきました。他のピンとか結構使ってたんだけど、ハッピーやっと使えた。そう、まあ気づけないよね、サイン会だったらね、この角度だから。横向いてって言われないと分かんないよね。こんなぐらいしないと分かんないよ。エミタンバラありがとうございます。一応ね、プレゼントでいただいたものは全部写真を撮って保存してます、いついただいたものっていう。
話から急に横向いて、何もなかった時よね。平太さん欲しい、ありがとうございます。181日ありがとうございます。みんな嬉しいです、ありがとうございます。自分の趣味すぎるプレゼント送っちゃうけど来てくれたら嬉しい。基本何でも来ます。キャラものとかだと結構難しいかもしれないけど、基本お話し会とかで、これとかも初めてつけたんだけど、他のセットのやつとかつけたことあるんだけど、これとかもだってもう2年前にいただいたものだったりするから、なんかそうやって時間経っちゃうかもしれないけど、なるべく使ってます。ヘブンさん、好き好き、ありがとうございます。あとはコーデが思いつかなかったりとかすると、ちょっと次回にしようとか、これもコーデが思いつかなかったから去年買ったけど今年にしたりとか、スペースの時うちわって大丈夫、大丈夫です。こう上げ、高くこうやって上げたら後ろの人が見えなくなっちゃうから、そういうことをしなければ大丈夫です。そう、チョコちゃん量産型コーデとかしますか。一回量産みたいなことはしたかも。なんか四季ピのシングルの時、四季ピの時のお話し会でした気がする。量産が好きですか。あゆみさん初見こんばんは、ありがとうございます。1年ぐらい前、そうですかね、それぐらい前かもしれない、お話し会でしたと思います。うん、そう、キューラの服借りた、ハーフツインでした。そうそうそう、そうです。そうでした。ハッピーと赤い服のバランスなんかすごく、やったー。なんか悩んだの、今日髪飾りポニーとかにして、シュッシュとかつけようかなって思ったけど、なんか黒のレザーとかだったら可愛いと思うんだけど、なんか白しか持ってなくて、ビッグシュッシュだからちょっとなんか白違うなーってなって、こっちが結構なんかかっこいいカジュアルみたいな感じだから。そう、糸パンさんチョコありがとうございます。そうなの、だからなんか違うなーと思って、こっちが可愛すぎちゃうなーと思ってシュシュつけたら、で、あ、これにしようと思ってこれつけました。カチューシャとかも考えたんだけど、なんかいいのはまんなくてあんまりで、これだとハマったから、お、これだってなりました。ケトゥさんキューキューキュー、ありがとうございます。私服好み嬉しい、それは嬉しい、ありがとうございます。ハッピーハッピーハッピーチルドレン、ケトゥさんキューキューキュー、ありがとうございます。そう、今日はショールーム、今日はしてないか。お話し会じゃないから。ひろたんさん、かわいい、ありがとうございます。朝ね、どれにしようかなって言って、これで過ごしてたから、今日はこれ着て、髪型どうしようって悩んでた。スペインリブ最前いるね、待ってます。ありがとうございます。服似合う、やったん。嬉しい、しょぼちゃん、結構 TikTok 見てる。さっき見た。さっき見ました。さっきミルテンしおりんのやつを見ました。最初はグーじゃんけんポンみたいなやつ見た。トッシーさん、くまちゃん、ありがとうございます。ありがとう、くまちゃん、トッシーさん、ありがとう、くまちゃん、トッシーさん、ありがとう、くまちゃん、ありがとう、くまちゃん、ありがとう、くまちゃん、ありがとう、くまままままま、ま、ありがとう、くまちゃん、ありがとうございます。くまちゃんここでーす、パティシエくまちゃん、ありがとうございます。あゆみさん、イコラブのライブ行ってみたい、ぜひ。ツアーも決まったのでよかった。
ちゃんの言い方かわいい。そんなことある？誰でも一緒じゃない？違うの？確かに27行くね。待ってます。ありがとうございます。初日ぶり楽しみです。今回は3日連続でイベントだったから嬉しいです。苫小牧行きたい。ぜひぜひ苫小牧待ってます。にゃんさんクッキーや、ありがとうございます。今何流行ってるかな。これダンスか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 ダンスイン、ダンダダ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 、こういうやつ。にゃんさんキュンキュン、ありがとうございます。見さらせやって言ってんか。あたいの足技見さらせや。ダンスク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 ダンスイン。YouTube では新しいの探してる。 YouTube は最近あのフミヤとカナミっていう YouTuber さん、夫婦かな、カップルの時から多分やってるんだけど、今夫婦でやってる方が最近見てます。なんか初めて YouTube ショートから入りました。 YouTube ショートで流れてきて見てくうちにハマって、今はハマってます。最近あのニュー新しい、私が最近ハマった YouTuber さん、平畑さん、クッキーありがとうございます。クッキーこの方々は結構あの鍛えてる方で、あのね、すごいすごいです。ジムで出会ったんかな。そう、ヘブンさんクッキークッキーリュウさんキュンキュン、ありがとうございます。あのフミヤさんが男性の方なんだけど、フミヤさんはすごいなんかその大会とかも出てるぐらいこうマッチョみたいな感じなんで、だけどかなみさんもそのジムに通っててトレーナーさんだったのかな。そうだけど本当に可愛い可愛い綺麗可愛い綺麗です。本当にリュウさんキュンキュンキュン、ありがとうございます。その方々が最近ニューYouTuber です。よかったら。お魚さん、ハッピーバレンタイン、ありがとうございます。今調べたら見たことあった？結構、まあ、割と有名な方かも。なんか、アベマとかの番組も出てたりとか。私はその時は知らないんだけどさ、本当に最近だから。うん、チョコはファミリー系とかカップル系をよく見る感じ。あーでも全然いろいろ見ます。今日はお話違う、サイン会の前には平成フラミンゴさん見てました。ヘイヘイフラミンゴ、トッシーさんチョコ、ゆきなんかさクッキー、ありがとうございます。そう、 YouTube ショートでフミヤとかなみさんを発見して、そっから入ってってチャンネル登録まで行きました。初めて YouTube ショートでなんか見たいって思った方々、なんかさクッキークッキーうん、あ、サイン会中には見てない、サイン会の始まる前に見ました。最近ハマってる YouTuber、さらば青春の光、芸人さんですよね。そんな感じかな。あとはどなただろう見てる。私
応サイン会中は YouTube 見ていいよじゃあたくさん撮っていただいて、5分くらいお話の時間に5分くらいの YouTube をですかね。最近は、あ、でも最近、あ、今開いたらはじめ社長さんの畑のその3時間前に更新されてたやつを帰ってくる時に 見たかな。違う、走る前に、走りに行く前にこれを見終わったら走りに行こうと思って見た。サイン会って書いてる時に話しかけても大丈夫？もちろん話しかけてください。むしろ注目になっちゃうからもちろんなんかこうスケッチブックとか見せてくださった方こう見て書きながらお話しかけたりとかできるんですけど、そうよかったら話しかけてくださいあとはうん、確かにカジサックさんも、まあ、ファミリー系 YouTuber ではないけどファミリーでみんな出てますもんね。午後の緑茶さん、クッキー狐のゴンさん、チョコ、ありがとうございます。よいしょチョコちゃん一瞬で書いてくれるから話しかけるタイミングあ、全然あの書いてるとかはもう関係なく話しかけてください。ぜひ。ラオタさん、クッキーよ。ちーちゃん、キュンキュン、ありがとうございます。今日とかは全然もう普通に書いて見せてるけど、会話はあの例えば明日行くよとかの会話して別にサインに触れてない、こう写って書いたよって写してるけど別にサインについては何も話してない方も結構いる。平畑さん、キュンキュン、ありがとうございます。クジサックさんの屋根裏部屋は寝るときに一気にバーって聞くときがあります。なんか作業してるときに聞くかな。平畑さん、クッキーよ、ありがとうございます。全然サインについて話す、サインなんかたまに見せて ありがとうって会話の途中で入れてくださる方もいるけど、別にね、話いっぱい話しましょう。トノさん、キュンキュン、ありがとうございます。女子学生 YouTuber よく見る、アミカちゃん、アミカちゃんって、アミカちゃん48の方なのかな、アミカ違うかな、48にもアミカちゃんって言いましたよね。ひまひまちゃんはあのあれだよね、ピカイチチャンネルのね方だよね。サインについて話すことあります？逆に、あ、そんなサインなんだみたいな話すことなくない？サインについては。レグルスさん、チョコ、ありがとうございます。だからサイン会はちょっと頭皮が見える会って感じかな。お時間は大丈夫そう。お時間は58分だったらランキング読みます、あ、結構ねサイン会初めての方も結構いらっしゃったとか、お話し会、逆にショールームのあのサイン会は行ったことあるけど、お話し会のサイン会は初めてって方もそう結構いらっしゃった。だからなんか私は初めましての感じがしなかった。頭皮みたいわ頭皮みたいやわ、誤解を生まれるぞサイン会いきなり顔アップでその後つむじ見てたつむじ見てたわけ、この子たちファンキー
名前珍しいねとかないの？ないかな。あ、でも逆になんかいつもお話し会とかは普通の名前、普通というかこの登録してる名前だけど、サイン会とかのサインはそのフルネームのか、フルネームがいいってな、いいってなるから、こう上の名前がフルネームの方とか言ったりすると、こんな名前なんだみたいな、初めてだってなったりとかはある。そういう時もある。リコちゃん、リコちゃん、リコちゃんってリコリコちゃんですか？ポップの狼公式、山の狼公式、なるほどね。狼は今ユナタコさんが出てる。アリスちゃんクッキーありがとうございます。トノさん、キュッキュッありがとうございます。本名で言っても顔だけでわかる？あの2回目とかだと結構わかんないかもしんないけど、あの来たことあるあるかもとか思ったりはするけど、それでさ久しぶりとか言ってさ、初めてなんですけどみたいなのも嫌だからそう言わないけど、そう、ね、結構何回も来てくださってる方だったら。今日25歳になりました、おめでとうございます。 TKKH さん、ハピバおめでたきわき、おめでとうございます。なっちゃんだるま、ありがとうございます。ゆなたこさんは私、あの私ポップティーン結構見てるんですけど、あのポップティーン、あの YouTuber のゆなたこさんを先に知って、あ、ポップティーンの方なんだってなった。あとはうん、今日メイクしてる時はあの水たまりボンドさんの日常を流してた。うん、なんか結構あのなんかおすすめで見てるかも。おすすめでしぽってやって出てきたやつ、うん、あ、無敵クラスで知ったんだ。なんかすごい前から YouTube やってるから同い年か年上だと思ってた。年下でびっくりした。アナさん好き好き、なっちゃんキュンキュンありがとうございます。あとね、最近ね面白いなって思ったのがね、あの AKB さんの多田恭香さんがなんか喋り方がすごい好き。小さいじいちゃんチョコありがとうございます。そう、ポールさんかわいい、ありがとうございます。 YouTube やってて、そう、ありがとうございます。なっちゃん好き好き、ヒッキーさんチョコありがとうございます。なんか何個か見た気がする。何個か見て喋り方好きだなって思った。まだ最近始めたばっか、いや7ヶ月前だけど、そんなに更新頻度は多分あれなんだと思うんだけど、月1とか、月1ってことはないか。そう、最近なんか好きだなーってなった。そう、
ショールームよくやってるかな、わかんない、やってるかもしれない。そう、ね、そう、最近おすすめに一回出てきて、それからなんか声が好きという、声なのか喋り方なのか、なんかすごい聞きやすいというか、めっちゃなんか聞いてていい、いいです、心地よいです。みやさん、キュンキュン、ヘイブンさん、クッキー、クッキー、みやさん、キュンキュンキュン、ありがとうございます。ポップティーンのアリカの3人好き、わかる。のんのんさんめっちゃ可愛い、同い年なんですけど。のんのんワールドようこそ、カノンです。ともさん、ハッピーバレンタイン、なっちゃん、ハッピーバレンタイン、ありがとうございます。うん、おすすめ、本当におすすめから一気になんかこう遡っていっちゃったりする。私は結構サムネとかタイトルとかで釣られるタイプ大事なんだなって思う。アリちゃん、ありがとうございます。うん、なっちゃん、キュンキュン、ひらおたさん好き好き、ありがとうございますそうね、結構いろんな幅広く見てるかな、ファミリーとかカップルに限らず。逆になんかファミリーとかカップルは本当になんか何人かだけな気がする。それ以外の方は結構オールジャンルな方が多いかなと思います。なっちゃん、ペンライトありがとうございます。 YouTube の動画長いと見るのやめないですか。でも最近流行りはもう30分40分の動画が流行ってたりするんですけど、私基本 1.75 倍速で聞いてるので、特になんかその長みたいなのはなんないけど、なんか、まあ後で見るとかにするときはあるかな。あ、ゲーム実況は見ないですね。平畑さん、ラブレター、ありがとうございます。そう。なっちゃん、バラ、ありがとうございます。1.75 倍速。歌とかになると、普通に戻したりするんだけど、後で見るは700ぐらいだったっけ。そう、あれからね、でも600台だと思う。もう、ちょっと減らして。後で見るは696です。あ、でもこれら辺見たから消してったら、692ですね今。692になりました。もう見たやつもあったからね。ともかさん、初見こんばんは、ありがとうございます。だいぶ減った。もう前は740とかもう800近かったりとかしたから。なっちゃん、流れ星、トンボ玉さん、星、ありがとうございます。あとはなんかまた定期的に見たいなとかやつは、それこそ長い動画とかは後で見るとかに結構放置しちゃうかも。うん、トンボ玉さん、星、あ、人生じいちゃん、プレゼントありがとうございます。プレゼント、あおちゃん、花束、トッシーさん、クッキー、ありがとうございます。クッキー、クッキー、間違いない、やり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 やダンスおっちゃん、かわいい、ありがとうございます。スクショ取れなかった、歌はわかんない。 TikTok は歌わなくてもいいからね。そう、踊れればいいから。うんぱぱうんぱぱうんぱうんぱうんぱ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 うんぱぱうんぱぱうんぱぱうんぱうんぱうんぱ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 うんぱぱこれは歌えるハマってる。うん、
リリリティ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 リリリティ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 リリタイロタイロタタタイロ。何かはよく分かってないけど、タイロタイロ。今日のクッキーのダンスめちゃくちゃになりそう。ダンス。やりたい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 やダンス。お魚さんクッキー。ありがとうございます。何言ってるか分かんない。そうイコロイ成人式でやってるやつ。ひろさん星ありがとうございます。ダンス。にゃんさん可愛い、ありがとうございます。やってますよね。 TikTok のあれいいよねって言おうとしても口で伝えるの難しいことに気づいた。だから自分が踊れたらいいんですよ。自分がこうやって踊れたらいいんですよ。何が流行ってんだろう。あでもバン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 ザイさんがミミミミミミやってた。ルナテンってすごいね。みんなやってる有名な方々が。一人でもダンスとかやってる。うん、一人の時はあんまりやらないかな。おっちゃん、あなたはありがとうございます。いるのにね、すごい。本当に TikTok は早い。流行りとなんかバズる、バズったら一気にボーンっていくし、なんか変わる、すぐ流行が変わるからついていけない。ミレ…間違えた、レミタ、猫、ヒロシさん、ハッピーバレンタイン、ヒデさん、かわいい、ありがとうございます。リンリンさん、初見、ありがとうございます。レミタ、クッキー、ありがとうございます。完全にミルナリは今流行りね。すごい、一気に。マイミーが TikTok を始めてから余計に流行ったと思う。ヒロタございます。ああ、ショコでついていけないなら絶対。ちょっと遅れてから、ちょっと遅れて流行を知るって感じかな。で見た。クッキーありがとうございます。っていうかさ、ノイミーがさやる前にさ、ミルナリが流行ってるのがすごくない ？TikTok で。本当にすごいと思う。うん、バナナさん、クッキー、ヘイブンさん、好き好き、ありがとうございます。本当になんかさ、シキピとかってさ、もう本当に私たちがめちゃくちゃやってたじゃないですか。それからちょっと流行ったみたいな感じのところあるけどさ、ノイミーはやってなかったからすごいと思う。何で流行ったんだろうって。おっちゃん欲しい、ありがとうございます。使ってる人たちも結局ミルテンってなんだって思う。あでもなんか歌わかってるんかな。私みたいにさ、なんかわかんないでやってるかもしんないよ。ダンスとかしかわかってないかもよ。ミルテンってやってるけど。結構ミルテンって何ですかって言ってる人もいた。
この子のニックネームですとしか言いようがないよね。なんかの動画がバズったんかね。ミルテンってなんだ、教えてあげないにゃ。曲聴いても結局教えてくれない。そうそうそう、教えないよっていうやつ。のどかさん、初見こんばんは。ゆきさん、音符ありがとうございます。夢で歌いましょう。ラビューラビューラビュー、ララ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 ラ。初めて聞いた時、教えてくれへんのかーいってなった。いや、なんか理由あってもね。理由というか、なんか意味がある。チョコって何って言われてもってなるもん。なんか好き、わかる。なな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 な、が好きなんです。ななななななバナナンです。チョコって一生呼びやすくて可愛くて最高。嬉しい、よかった。でも友達でチョコって呼んでる人誰もいないからね。だからチョコって呼ばれたら絶対にあのリコラブで知ってくれた人だと思う。ラワタさん可愛い、ありがとうございます。え、これみんなライブでやってんの？これなー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 、すごいハニワみたいになっちゃう。プルショコって言われた。リサ、うん、リサか、まあリサがプルショコって呼んでるのを知っている方。友達はショウコかな。ショウコかショウコちゃんか。中学の友達はショウコかな。いやいやいや、そういうわけではない。ショウコちゃん、ショウコちゃんが多いか。うん、翔子ちゃんが多いな。うん、あ、やってんだ、見たいね。なあ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 、変なとこって。うん、翔子ちゃん、ちゃんが多いかな。高校の友達は絶対にね、しょうこちゃん。中学は、小学校が同じだったらしょうこの人もいるかな。なんとあと10分。ほんまやん。フェイブンさん、キュンキュン、ありがとうございます。ツアーラスト行かれた時はやってる人、あ、なんか気にして見てなかった。もうライブばっか見てたわ。やってる人いたんかな。メンバーはショコ、うん、メンバーはショコです。まあ、ショコの時もあるけど、うん、滝脇はニックネームになりにくい。ああ、滝脇って呼ぶ方もいるけど、私はなんかショコとかショコちゃんの方が嬉しいです。滝脇って呼ばれるよりか、滝脇ちゃんとかだったらいいんだけど、なんか滝脇ってやだ。なんか高校の男子みたい。
あんまり仲良くないみたい。ね、距離感、そうそうそう。滝脇さんもさ、なんか微妙じゃない？距離感めっちゃある、本当に。木曽馬さんかわいい、ありがとうございます。時とばあいでタッキーって呼ばれ、タッキーもワッキーも呼ばれたことはあります。基本ふざけて、わかる。名字読みって学校のあんまり仲良くない子って感じで、それそれなのよ。名字は3文字だと呼びやすい。あー、でも名字は変えられないからね。メンバーしょこちゃん呼び、うん、基本メンバー同士はあんまりちゃんつけてるメンバーいないかも。うん、ちゃんで呼ばれてるのは花ちゃんぐらいか。あとは呼び捨てだったりニックネームだったりかなですね。のゆみちゃんほとんどしょうこちゃんかしょこさんか、個人的にはしょこさんの方が好きです。うん、さあ、えみりちゃん、ああ私はみりやんって呼んで、あんちゃん、いやあんなちゃんじゃないからね。そしたらつんちゃんとかって呼んでるよ。つんちゃん、しょうこさんよりしょこさんの方が嬉しい。しょうこさんはなんか本当に下の名前にさんつけましたって感じがあるけど、しょうこさんはなんかちょっとなんか嬉しい。しょこっていうワードが入ってると嬉しい。うん、はあちゃん、はあち、はなちゃんのこと、はなちゃん、りさのことおりって呼んでたからね。おり、おりさ、おりさのおり。はあちは最近呼んでないかも。おりも別に呼んでない。りさはまだプルショコだね。マイカちゃん、マイカちゃんは呼ぶときはマイカ、ツイッターだとマイカちゃん。マイカさん、ひとみさん、ひとみさん、うん、ひとみっていうときもある、うん、よりはよりか、よりさんか、いおさんか。一人称がさ、よりさんとかいおさんだとさ、いう感じじゃない？なぎさ、なぎさかな、あたんか。バナナさん欲しい、ありがとうございます。そう、おりって呼ぶとよりが、嘘、おりって言うとよりみたいな感じだから、人間は最後の2文字で反応してるんだなって思ったよ。うこー、こうはあんまりないか。よは無理でしょ。こうでも、こうだったらもうしょこうって思っちゃうか。あ、あれやってないね、おみくじ。とみーとかもひとみじゃない、もう。面に何かついて
ましょう。間違えた。コピー。はい、引きたいと思います。みくじを引く。あ、でもこれ出たかな。じゃん、マイカさん。マイカさんです。マイカさんは1個しか出てないけど、かぶりでした。マイカちゃん、マイカちゃん出たけど、最後の最後まで出なかったのに。マイカちゃん出たけどさ、かぶった。かぶりました。まだ期間過ぎてから一人しか出てない。二人か、二人出たかな。うん、でした。でもそろそろ終わります。早いね。でも今日は絶対に終わんなきゃね。あれがあるから、あのドラマがあるからね。いつまでできるのかは分かりません。もう時間早いね。ランキング読みます。トッシーさん、クッキーありがとうございます。ランキング読みます。おっちゃん、違う、13位おっちゃん、12位ゆきだんごさん、11位レミタン、10位おさかなさん、9位てるんさん、8位バナナさん、7位さしこいのちさん、6位ヘイブンさん、5位なっちゃん、4位とんぼなまさん、3位ひろしさん、2位人生じいちゃん、1位とっしんさんです。ありがとうございます。2列目、平畑さん、ポールさん、サンタさん、町岡さん、セータさん、メリダさん、クロさん、高市さん、とっちゃん、いとぱんさん、ハラディさん、フィズニャンさん、アリスちゃん、エルフリアさん、ヒッキーさん、キソワさん、ヒロタンさん、リョースさん、アオちゃん、ナナイロさん、オーツさん、トムさんです。ありがとうございます。2436人の方来てくださいました。ありがとうございます。たくさんの星投げ、たくさんのゲスト、たくさんのコメント、ありがとうございます。そしてトッシーさん、ありがとう。クマちゃん、ありがとうございます。そして今日サイン会来てくださった皆さん、ありがとうございました。届くの楽しみに待っててください。いっぱい見てください。そして明日はスペイベがあります。スペシャルイベントです。今回のシングルの初めてのライブになります。皆さん楽しみましょう。ということで終わりたいと思います。ありがとうございました。感謝。おやすみなさーい。バイバイキーン。バイバーイ。